中田翔の21年。先日同僚への暴力行為が発覚し、球団から試合出場停止処分を受けた日本ハム中田翔選手。中田選手は今年この事件以外にも大不振で2軍落ち、転倒して右目負傷とトラブル続出で散々な1年になっているんです。というわけで今回の動画は中田翔選手の21年トラブルをまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。中田翔。中田翔選手は大阪桐蔭高校時代に高校通算87本塁打を放ち、当時の最多記録を更新。そして2007年ドラフトで4球団の競合の末、日本ハムに入団。3年目からレギュラーに定着し、4年目からはチームの4番を任されました。13年に初の打率3割をマークして、ベスト9に選ばれると、14年には100打点の大台に乗せ、初のタイトルである打点王に輝きました。その後も4番として、そしてキャプテンとして、長年チームを牽引。昨年は108打点をマークし、打点王に輝くなど、球界を代表する選手です。まだ中田選手は後輩に大将と呼ばれ慕われており、以前はシーズン前のノルマを達成した後輩のリクエストに応じ、自腹で中田賞を設定。15年に15勝を達成した大谷選手には万年筆をプレゼントするなどしており、また折れたバットを箸にしてキャンプ地などの世話になった人にお礼として送る律儀な面もあったというんです。しかし2021年に入ると暗雲が立ち込めます。大不振で2軍落ち。昨年のキャンプでは自身の状態をレベチと表現し、シーズンに入っても好成績を残しました。しかし今年のキャンプでは去年と比べ物にならないゴミですねと情けない発言を連発。案の定シーズンに入ると開幕から35試合で打率1割9分7厘、4本塁打と大不振。チームも開幕から最下位に低迷し、中田選手はチームの足を引っ張るのは嫌と栗山監督に2軍での再調整を申し入れ、5月17日に出場選手登録を抹消されました。中田選手が故障以外で登録を抹消されるのは栗山政権下では初めてのことです。転倒で右目負傷。中田選手が登録抹消される前、大不振の渦中にあった4月7日のソフトバンク戦、中田選手は5回に三振に倒れると、自身の不甲斐なさに腹を立て、ベンチ内でバットを叩きつけて破壊。その後ベンチ裏で転倒し、右目付近を強打して負傷。見かねた栗山監督に途中交代を命じられました。栗山監督は打てなくてイライラしてんだろうな、つまずいて顔をぶつけて、トレーナーが目がどうのこうの言いやがったから頭きてもう帰るぞって言ったと怒り心頭で取材に答えました。そして翌日、中田選手は右目のまぶたを大きく腫らした姿で球場に登場。この写真が公開されると、ファンからはパンパンで草、ドラえもんでよく見る描写といった驚きの声が上がりました。同僚に暴力行為。8月4日に函館千代ヶ台公園野球場で行われたエキシビジョンマッチ、 DeNA 戦の試合前、ウォーミングアップ終了後のベンチ裏、中田選手は同僚選手1名に暴力行為を行ったことが判明。球団は試合中に中田選手に対して球場からの退場と自宅謹慎を命じたと言います。球団は中田選手本人、被害を受けた同僚選手ら関係者に対して詳細な調査を実施。複数の選手が居合わせる中で、中田選手が同僚と一定の会話を行っていた中、突発的に腹を立てて手を出し、周囲の選手が止めに入り、場は収まったと言います。その後被害があった選手から申し出があり、事実関係を調査している間に試合が始まってしまいました。結局中田選手は1打席だけ立ち、その後に事実が判明し途中交代、自宅謹慎を命じられました。日本ハム川村社長は、被害を受けた選手に落ち度はない、幸いにして被害者についてはプレーに支障はないと説明し、また被害を受けた同僚については、本来はチームの中で懇意な2人だったと聞いていると明かしました。被害に遭った同僚から、本件を大ごとにしたくない旨の申告があったこと、中田選手が自分が手を出した、自分が悪いと事実を認め、当日中に被害選手に謝罪、深く反省していることの諸事情を踏まえても、なお中田選手の行為は統一契約書第17条に違反した行為であり、野球協約第6条の規定に該当するものと認定。日本ハムは8月11日に中田選手を処分。当面の間、1軍、ファーム、すべての試合の出場停止処分を通達されました。日本ハムは球団公式ホームページ上で声明を発表。この度の中田選手の出場停止処分に際して、ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をおかけしますこと、ご不快な思いをさせますことに深くお詫び申し上げます。暴力はいかなる社会であれ、決して許されるものではありません。ましてや中田選手は球団の主力選手であり、顔であって全ての選手の模範とならなければならない存在です。中田選手が行った行為は、プロ野球が青少年の健全な育成に寄与し、夢を与えるエンターテインメントでもあること
ことの信頼を著しく傷つけるものです。そのため当球団はこの行為に対して野球協約にのっとり厳正な対応を取ることとしました。合わせまして暴力は決して許されないことを全ての球団関係者に再徹底し、選手についてはさらなる教育と指導を通じてコンプライアンス及びスポーツマンシップの向上を遂げることによりファンの皆様の信頼回復に努めてまいります。また栗山監督は今回の事件で深いショックを受けているといい、まだ今回の事件が世に公表されていない時点で試合後報道陣に中田選手が途中交代した件についていろいろあるな困っちゃうなと嘆いたと言います。河村社長によると後日今回の件に関して栗山監督の口から話してもらうみたいです。今後中田選手は日本ハムと19年から3年契約を結んでおり、今年が最終年。しかし今年はトラブル続きで成績も残せていません。ネット上ではリリースの予想もあります。最終的には GM が決定を下しますが、もしかすると次期監督の意向が反映されるかもしれません。次期監督と中田選手は元チームメイトで家族ぐるみの付き合いがあり、試合が終わった後には2人でスイングルームに行き、その日の反省をお互いに言い合いながら素振りを繰り返したほどの関係だったと言います。おそらく次期監督の人間性からしても就任早々中田選手を必要な戦力と公言し、再生させるために手を尽くすのではないでしょうか。まあいずれにせよコンフの契約公開では今期年俸3億4000万からの大減俸は免れないと思います。というわけで今回の動画は以上となります。中田選手は以前から後輩とのじゃれ合いの中で叩いたり蹴ったりするスキンシップを図っていました。現在のアラサー世代の体育会乗りでは愛情表現の一つだったと思いますが、だんだん時代が進むにつれて叩く蹴るという行為自体が許されなくなってきています。中田選手は先日に4番目の奥さんが誕生しました。これを機に自身の言動を改め、また復活して北海道を沸かせてほしいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。